渡せ。いちごクレープ美味しいよ。お姉さんありがとう。また来てね。いや、やっぱりクレープ作りは楽しいな。ラジラジ、いらっしゃい。ご注文は？現状の説明を。ごめんね、それは品切れ。ほら見ての通り、うちってクレープ屋さんだから。殴り飛ばしますよ。冗談だって冗談、怒んないでよ。そうやってすぐフルコンタクトルール採用しようとしないで。元からあなたの冗談を聞いてやれるほどお人よしではありません。話をそらさないでください。久しぶりだっていうのに相変わらず冷たいんだから。こちらはアストルムのサービス開始直後から昏睡状態だったのです。なりふりなど今まで以上に構っていられません。そうだったね。でもそれだったらなんですぐに話聞きに来なかったの？目覚めてから今までは落ちた体力を取り戻すのを優先していましたから。その間にも少しずつ情報を集めた結果、マナたちとは違い、アキラ、あなただけが最近こちらへ戻ってきたと知ったのです。私もなんとなくは聞いてたよ。ラジラジがこっちで動き始めてるって。ならば話は早い。あちらの状況についても詳しいあなたなら、私の欲する情報を提供できると考え、ここまで足を運んだのです。そっか、遠路はるばるようこそ日本へ。それで何が聞きたいの？こちらとあちら、二つの世界の現状について。オッケー、今日は店じまいだね。片付けながら話すけどいいよね？構いませんよ、情報の内容に変化がなければ。おーい、まずこっちの世界はだいぶ落ち着いてきたよ。戻ってきたらいろいろとぐちゃぐちゃになってたけど、全部ウィズダムの権限でなんとかしといたから。あなた一人で？それは骨が折れたことでしょう。そうなの、もう本当に大変でさ。復職してから無休だったし、擬態じゃなかったら今頃全身ボロボロだったね。擬態？長老が作った機械の肉体ですから。アキラ、話が終わったら少しだけ手合わせを。やだよ、ラジラジ、この体がいくらするか知らないでしょう。素体だけでも大都市の年間予算くらいかかるんだから。だからこそ壊してみたいものですが、今はやめておきましょう。今はじゃないから、ずっと壊さないで。とにかくアストルムにいる人たちの肉体は無事だよ。肉体はというと意識は？簡単には戻せないかも。マナの野望が実現した世界よりもっとややこしいことになってる。あっちにいるプレイヤーはみんなアストルムを現実だと認識させられてる。記憶まで書き換えられてね。細部ではなく意識データ全体の同期が取れていないと。誰の仕業かは知りませんが、厄介な枷をかけられましたね。聖者を強引に冥界へ引き込むような所業だ。さすがラジラジ、寝込んでてもセブンクラウンズ話が早い。一応プレイヤー側から動機を取れるように手は打ってみたんだけど、うまくいってるかはわからない。アストルムを掌握したマナを倒せば全てが終わるはずだった。でもそうはならなかった。
私は今その原因を探ってる。なるほど。ではあなたはしばらくアストルムの対応に専念するのですか？そうだね。私のプリンセスナイトのことも心配だし。ラジラジはどうするの？操作できるアカウントが手元にない以上、こちらの世界でウィズダムの中から対応に当たろうと考えています。これでもセブンクラウンズの一人ですから。そういえばそっか、あっちで見かけたラジラジ、俺何者なんだろう。本人でもなければあの子でもないだろうし。操作しているのが何者であろうと私にはどうでもいいことです。ことが済んだ後で奪還する、それだけです。ふと思ったんだけど、ラジラジさ、今回の件に責任を感じてるの？悪いことしてなくてずっと寝てただけなのに。私の聞き違いかな。アキラ、先ほどからあなたの言動は自分から殴られたがっているようにしか思えませんね。そりゃ驚くよ。自分さえ良ければそれでいいのがラジラジだもん。それについては否定しません。そうでしょ？だったら私が驚くのも無理ないでしょ？私がアストルムの開発に関わった人間として道義上の責任を感じるのがそれほど不思議ですか？あ、不思議。はっきりと言いますね。私は戦う前に敗れたようなものですから。ミネルヴァについてこれ以上の闘争は望まないというだけの話ですよ。戦士っていうか格闘家ってそういうものなの？でもこっちにいるセブンクラウンズだとラジラジが一番適任だと思うし、いいんじゃないかな。ミネルヴァを殴り壊すためでもありますが。ゼッケってかい冗談ですよ。先ほどのお返しです。嘘だね。絶対まだあの子に反撃する気満々のくせに。そういう嫌味なところも相変わらずだ。元気そうでよかったよ。あなたも迷宮のように人を惑わせるところは相変わらずですね。そう？これでも本調子じゃないんだよ。結局元の体にはまだ戻れてないし。よし、片付け終わり。じゃあ私はそろそろアストルムに戻るから、あとのことよろしく。待ちなさい。やると言いましたが待ちなさい。どうしたの？ああ、あっちのモニターがしたいなら私の使ってた機材があるから好きに使っていいよ。正気ですか？もう二度と目覚めないかもしれないのですよ。大丈夫、クリスじゃないけど絶対に目覚めるよ。向こうには頼りになる人たちもいるしね。ネネカやクリスティーナですか？それともノエムやオクト？違う違う、私がプリンセスナイトに選んだ少年とその仲間たち、頼りになるんだ。ネネカも今はその子たちに手を貸してくれてる。そうですか。アキラ、あなたは最初から私にこちら側を。これで貸し借りはなしにしましょう。はあ？何のこと？知っていますよ。
昏睡状態だった私の体を保護したのはあなたなのだ。あら、バレちゃった。内緒にしといてって言ったのに。答えが分かればこれほど簡単な話もない。まったく、本当に相変わらず頭の中が迷宮そのものですね、アキラ。クイーンラビリンスだしね、あたし。心配しないで、眠り姫と違ってキスしなくても目覚めるから。心配せずともあなたに口づけする気など一切起きません。さっさと行きなさい。ちー、相変わらずノリが悪いな。あちらのことは頼みましたよ。うん、頼まれた。そういえばアキラ、止めてあるこの車はどうするつもり？ダイブアスタルム。待っててね、少年。みんな。アキラ、待ちなさい、アキラ。間に合わなかった。人のことは言えませんが、本当に自分勝手な。やはり、セブンクラウンズなどまともな人間の手合いではありませんね。さて、本来であれば殴り壊してしまいたいところですが、仕方ありませんね。どこかへ運ばなければ。これは手紙ですか。やっほー、ラジラジ。元気？怒ってる？怒ってても殴らないで。住所は書いておいたから、この場所まで屋台を運転してね。場所がわからないときは、そこにあるタブレットの地図アプリ起動して。あと、擬態の管理は長老にもらった指示書が置いてあるから、それ読んで。じゃあまたね。ここまで自分本位な行動を取るつもりでしたが、まあいいでしょう。これも貸し借りのうちと思っておきますよ。あなたとその仲間に太陽と星の祝福。帰ってきた。あれ、リノちゃんとしずるちゃんがいる。まずは情報収集から始めるとしよう。待っててね、少年。みんな。あだだだ、本調子にはまだ遠いな。ゼン君だっけか。物騒な真似してくれちゃって。あと数日はおとなしくしとくかな。お、あれは。やあ少年、急な話で悪いけど、今からクレープ食べていかない？いきなりかな。まあいいや。ほら、特別サービス。うん、この前会った時と変わらないね。赤ん坊のようになることはもうなさそうだ。そっか、ならよかった。君が元気なら何よりだ。ところで少年、こっちに戻ってきたことだし、私はこれからまたクレープ屋として一から頑張っていくよ。そのためにリノちゃんとしずるちゃんにも手伝ってもらうし、世を忍ぶ仮の姿を本業にしていくことをここに宣言します。キャコリーヌちゃんやユイちゃんたちとみんなで食べに来てよ。サービスするからさ。おー、どうしたの？何か気になる？あ、値段かな。あ、
やいやいや、それはそれ、これはこれだよ。このクレープ屋が店長不在で先行き不透明だったのは、この世界における損失になり得たんだから。それにクレープを作るのは私にとってやるべきことなの。これが世界のためなの。あれ、まだ疑われてる？おかしいな、私は極めて真面目だよ。うん、少年ってば分かってないな。食事において栄養素はもちろん大事だけど、心を満たすかどうかが重要な時だってある。少年だってマナとの戦いで疲れた後なんかは美味しいものが食べたくなったでしょ。それは体よりも心が、心の安定のために美味しいものを求めているからだよ。私もみんなの心を穏やかにする、そんな食事を作りたい。この世界にとらわれた人の心のケアをクレープでやっていきたいって。できるさ。こう見えても私、あっちの世界の本業は医師だからね。治療ならむしろ得意分野だよ。あー、その目は信じてないね。私にはわかるよ。悲しいな、少年ならわかってくれるって思ってたのに。いや、わかってもらうまで私は諦めない。さあ少年、まずはそのクレープを食べてみて。そうすればきっと、いいや、必ず私のやりたいことが分かってもらえるはず。これはその第一歩なんだ。信じてるよ少年。お味はどうかな。うんうん、それで本当のところは。そうか、まだまだ研究不足か。一口ちょうだい。うん、確かに最高の味にはまだ遠いな。そう、これから私が挑むのは世界最高の味。それこそ食べたら世界の見え方が変わっちゃうくらい美味しい。そんなクレープをみんなに食べてほしいんだ。私って天才で何でもできちゃうからさ、クレープは私が普通に憧れて普通を実現できた唯一のものだったんだ。ところが事情が変わって今は最高を目指さないといけなくなっちゃった。皮肉なもんだよ。いざ美味しくしようと思ったらできないなんてさ。だから日々素材選びや生地の焼き加減と真面目に格闘中。つまりはこれもまた私にとっての戦いなんだ。最高のクレープで最高の治療をしてみせるよ。そのためにはたくさん味見が必要だよね。困ってる人を見捨てないのが少年だって私は信じてるから。すみません。あ、いらっしゃい少年。ちょっと待っててね。チョコバナナ一つ、マンゴーください。チョコバナナとマンゴー、少々お待ちを。よっ、おっ、さささっと。すごい、手品みたい。うちは目でもお客さんを楽しませる店ですから。はい、お待ちどうさま。美味しそう。ありがとうございます。
またどうぞ。お待たせ少年、おかげで助かったよ。いやあまりにも客足が鈍いから少年を客引きに使っちゃった。ごめんね。そしてありがとう。多分他の人たちからはクレープを食べてあまりの美味しさに店長へ熱弁を振る若きクレープ屋志望の男子に見えてたと思う。見てよ、さっきクレープを買っていったあの子たちの顔、心が満たされているって感じしない？ちょっと待って、まだあと1時間くらい食べていってよ。わかった、私が悪かった、もう引き止めない。最後に一つだけいいかな。クレープ屋を営む秘密結社ラビリンスの首領ラビリスタとしての話は今ので終わり。ここから先は少年をプリンセスナイトに選んだクイーンラビリンスの模索寺アキラとして君と話をさせてほしい。私や君を狙ってるレイジレギオンは一筋縄じゃいかない連中だ。ゼーン君には私も手を焼いたよ。あんな厄介な相手とやり合わなきゃいけない上に、みんなをあっちの世界へ返すための対策も講じなきゃいけない。それ以外にも閉じ込められている人たちの状態を確認して必要なら治療だって行う。今言ったのが私がこっちの世界に戻ってきた目的だ。結果としてあっちの世界には自力じゃ戻れなくなったけど、まあいいかなって。今のところこっちにしか君はいないし。ひょっとしてどうしてそこまでって思ってる？そう、私も君の仲間と同じで、あっちで君に助けてもらった人間なんだ。記憶を失う前も君がいなければ私はずっと孤独に戦うしかなかった。本当に今でも感謝してる。いいんだ、私が覚えておきたいだけだし。君の中で私は大勢の中の一人に過ぎないだろうけど、それでいい。むしろそうじゃないと困るくらいだよ。少年は私だけじゃなくてみんなを助けられる人だからね。君のあり方をこれ以上私が歪めるわけにはいかない。君のあり方を決めるのは君であるべきだ。かつて私は君に助けてほしくて耳を渡した。これからは君が何をするかは君が選ぶといい。さて少年、マナを倒しようやくルテンし始めたこの世界で君はこれからどうしたい？そうだね、願望の話をすれば、今度こそ君とみんなやこの世界を一緒に救いたい。みんなを助けるためにはやっぱり君が必要だ。それが実現するなら命がけで戦える。君を選んで巻き込んだのは私の責任だ。それは分かってる。だからこそ私は自分の中での覚悟を決めてきた。少年の中に答えが浮かんでこないなら探せばいい。君だけの答えがきっと見つかるさ。私は少年に自分と世界の命運を託している人間だ。何があろうとも君とあの子たちの選択を尊重する。人間の性は迷宮と同じで、迷うことにこそ価値がある。今はまだ大いに悩み考え間違えられるよ。
ただし最後に君が行く道を選ぶのは少年、君にしかできない。私はその時の少年に後悔がないよう助けてあげられる。できるのはそこまでだけど、まずは現状を整理するところから始めてみたらいい。自分が今どこにいてどこに向かえばいいのか。そしてそれは君だけの問題じゃない。仲間やこの世界の人々それぞれにおける問題だ。答えを探すためにみんなとも話をしてみたらいい。世界と自分たちがどこへ進むべきか。ちなみに一個だけ忠告しておくと、タイムリミットは存在する。それだけは忘れないで。今のはコッコロちゃんには伝えてないから気をつけてね。彼女一人で背負うには大きすぎるし、重すぎる問題だ。他の子たちにも話すタイミングは見極めてほしいな。あ、そっか、あの子に会えたんだ。多分だけど、あの子も困ってるはずだし、よかったら助けてあげて。確かに時間は限られてる。でも少年ならきっと迷いのない選択ができるって私は信じてるよ。だって少年は私が選んだ最高のプリンセスナイトだからね。やあ少年、クレープ売っていかない？そう、売る。今日は買ってもらいたいんじゃなくて売ってもらいたいんだ。いや、実は今日も今日とて売り上げがさっぱりでさ、ちょっとだけヘルプお願い。困ってるならたとえセブンクラウンズだろうと助けてくれる。少年はそういう人だって私は信じてるよ。ありがとう、助かるよ。といっても手伝ってほしいのは接客よりも商品開発でね。お客さんが来ないのはメニューに目新しさがないからかもしれない。だから今日は新メニューの開発に挑んでみようと思う。そういえば少年は普段美食店で食べ歩きをしてるよね。どんなものを食べてるの？うん、クレープに近い料理じゃなくてもいいから思い出してみて。魔物料理？そう、魔物ね。デザートで出すとしたら、いや、ガレットみたくすれば主食として出すのもありか。やってみよう、魔物料理。そうと決まれば魔物討伐だ。行くよ少年。移動は手っ取り早く済ませよう。ちょちょいっとオブジェクトをいじってと、いざ食材確保の旅へ出発だ。まずはこの辺りを探してみよう。あ、どうしたの？なんでもない？ならよかった。お、早速一匹目発見。エルダーホーンか、いいね。それじゃあサクッとやっつけよう。
どれどれ。うん、硬いところ以外はいろいろと使えそうだ。じゃあ次行ってみよう。到着、即討伐。おや、この魔物を木の実を集めるのか。これも使えそうだ。さて次行こう。石はさすがに食べられないね。よし、次。もうちょっと食材は集めておきたいな。組み合わせたらもっと美味しくなるかもしれないしね。そういえば、魔物を食材にするってアイデアは誰が？ペコリーヌちゃん？さすがは王女、舌が肥えてるね。魔物料理ってことはデザートにこだわらなくていい。つまりはモーニングやランチ、ディナー、どの時間帯でも売れるものが作れるってことだよ。社長ね、他にどんな魔物が美味しかったか私に教えて。どんどん倒すからさ。いや、結構な数の食材が揃ったね。これも少年が協力してくれたおかげだよ。ありがとう。あはは、疲れちゃった。しばらくゆっくりしてていいよ。ただし試食はしてもらうからお腹は空かせておいてね。完成。とりあえず3つに絞って作ってみたよ。それぞれ朝、昼、夕の時間帯に合わせた魔物クレープだ。さすがに食材の見た目から魔物っぽさはなくせなかったけど、味は悪くないと思う。さあ、召し上がれ。率直な感想、期待してるよ。どう？ってことは、味はそこそこってことか。ありがとう、参考になったよ。少年に付き合ってもらったのに申し訳ないけど、新メニューとしては不採用だね。いけると思ったんだけどな。もうちょっと改良できないか試してみよう。少年、どうしたの？せっかく少年と協力して作ったんだ。お客さんに出してみてから判断しよっか。メニューを書き換えてと、これでよし。提案したからには少年にも接客を手伝ってもらうよ。いいね。いらっしゃいませ。新商品の魔物クレープ始めましたよ。魔物クレープだってさ、見た目やばいのかな。気になるの？別に買ってもいいけど自分で食べてよね。当然だろ。どれにするかな。すいません、エルダーホーンの肉汁クレープを一つ。はい、ちょっと待っててね。お待たせしました、エルダーホーンの肉汁クレープになります。結構すごい見た目。てか角刺さってないこれ。まあいいや、いただきます。どう？普通に食える、悪くない。魔物ってこんな味なんだ、面白い。少年、少年、
思ったよりいい反応だ。君の言うこと聞いて正解だったね。見てよ、あの二人クレープに興味津々だ。今回は興味を引けるかが大事で、味は普通でもいいんだ。むしろ魔物料理だとその方がいいまであるってことか。クレープは奥が深いと思ってたけど、こうして今気づけたのは少年のおかげだよ。ありがとう。悪いね、なんだかんだでこんな時間まで手伝ってもらっちゃって。今日は世話をかけっぱなしだったから、帰りくらい送っていくよ。夜道で何かあると困るし、みんなにもクレープを食べてみてほしいからね。よし、食材も準備できたし、行こっか。それにしても、少年は面白い体験をたくさんしてきたんだね。今度じっくり話を聞かせてほしいな。少年、食材持ってもらってもいいかい？あと少しの間じっとしてて。誰かは知らないけど、随分と無粋な真似をするな。せっかく少年とイチャイチャしてたんです。 OK、 相手をしてあげよう。そこにいるのは分かってる。姿を現せ。なるほど、本人は高みの見物ね。目的はこちらの偵察かな。残念、レディーの秘密は簡単には教えられないな。でもまあ、そっちもタダで帰るわけにはいかないだろうから、私に傷をつけられたら一つだけ教えてあげよう。勝負だ。剣の解放、世界を変われ、オブジェクトクリエーション。ようこそ。オブジェクトを変更、生成して作り上げた私の世界へ。クイーンラビリンスとして歓迎しよう。ここなら主人の命令も気にせずに思いっきり戦えるでしょ。ほら、かかっておいで。お姉さんが相手だ。どうしたの？ひょっとしてビビってる？まさか人形がおじけづくわけないよね。遅い遅い、攻撃はこうやるんだよ。バイバイ、哀れな人たち。これでよし。少しでも情報を持ち帰られると困るし、迷宮と一緒に消滅させておいたよ。もちろん大丈夫だよ。心配してくれたんだね。巻き込んでごめん。そしてありがとう。君は本当に優しいな。あの頃からずっと。そんな少年だからこそ、私は自分の命を懸けていいと思えたんだ。さてと、邪魔者は片付けたし、ギルドハウスに向かおう。少年と一緒に作った新作の魔物クレープを振る舞わないと。今回の標的は少年じゃなく私だった。これからも向こうは私を狙ってくる。できるだけ私があちこちに姿を見せておとりになった方が良さそうだね。安心して少年、この先の戦いがどんな結末になろうとも、私は必ず君の力になってみせるよ。
やあ少年、元気にしてるかな。白衣のエンジェルが診察に来たよ。ちょっと待ってよ、せっかくネネカに代わってもらって会いに来たんだから。あと赤いちゃんってツッコミも禁止。いい、今日は少年の診察と新作クレープの試食をお願いしに来たんだ。診察はごくごく真面目にやるから安心して。なんたって少年は私のプリンセスナイトだからね。他の人に任せっぱなしにしてられないよ。それを改めて聞かれるとは思わなかったな。そりゃそっか、まだ思い出せてないよね。そうだよ、君は私のプリンセスナイトだ。君の仲間を強化できる力は私が挙げたもので、そういった特別な力を持っているのは私が選んだ君やネネカと一緒にいるマサキなんかのプリンセスナイトだけだよ。それはもう随分と前の出来事がきっかけだね。実はごめん、やっぱなし。ほとんど、いや 99.9% くらいは覚えてるんだけどね。 0.1% の変化はとても大きいからね。 100% にしてからじゃないと。それに誰が選んだかは関係ない。たとえ私が選ばなくても君は必ず誰かに選ばれてた。はい、この話はこれで終わり。それじゃあそこに座って、まずは事前に体の細かいデータから取らせてね。あれ、何この光、なんで急に眠気が。やっと一息つけそう。日本久しぶりだな。父さんの法事じゃなかったら帰ってこなかったのに。母さんめ、研究室にまで電話してこないでよ。どうせ親戚の前に顔だけ出せばいいんでしょ。ああいう集まり正直興味ないんだけどな。この調子だと成人式にも帰ってこいって言ってくるんだろうな。友達も知り合いもほとんどいないし、出る意味ないんだけど。チェックインの時間までは結構あるな。お腹空いたし、どっかでご飯にしよう。うわ、人多いな。失敗した。トランクコインロッカーに置いてくればよかった。店に入っても邪魔になりそう。くそてえな、どこ見て歩いてんだよ。こそどこ見て歩いてるんだよ。ああ、人間なんて大嫌いだ。いっそ AI と過ごす方がまだマシかもね。地球上のいろんな国に行ったけど、みんな自分のことしか考えてないどころか、本当は他人のことなんてどうでもいいと思ってる。善意は薄れて悪意がはびこるこんな世界、いっそなくなってしまえばいいのにさ。父さんが生きてた頃も死んでからもこの気持ちは変わらない。父さん、人類に生きてる価値なんて本当にあるのかな。父さんは医師としてたくさんの人を救ってみんなから尊敬されてた。でも結局は人に裏切られて死んだ。父さんに憧れて医学は治めたけど、私には人間を救うことに意味があるとは思わない。ちょっと待って、何？てか君は誰？
ねえ、君ってば。お、あの少年が誰か連れてきたぞ。言葉は通じるのか？国外からの旅行者。言葉なら通じるよ。この子は誰？あなたたちの知り合い？実はこのガイドブックに載ってないラーメンを食べたいと思ってたんだ。ラーメン？たまたま通りがかったこの子に声をかけてみたんだけど、言葉が通じなかったみたいでさ。でもこの子は話せそうな人に声をかけ続けてくれたんだ。へえ、ラーメンか。早く食べられそうだしいいかも。よし、今日の昼はラーメンに決定っと。なあ、おい、どこへ行くんだ？ラーメン食べに行くの。悪い。なんだって？なあ、君について行ってもいいかな？私は一人で食べる。ついてきたけりゃ勝手にしなよ。おお、ありがとう、助かるよ。みんな、彼女についていこう。イエーイ！ラーメン、ラーメン、うん。いや、別にあの人たちを助けたつもりなんてないから。バイバイ。子供がたまたま親切心を発揮したってところか。今時でも純粋な子っているもんなんだ。うわ、こんなに店あるの。どこにしよう。いや、本当に美味しかったよ。やはりラーメンは素晴らしい。連れてきてくれてありがとう。勝手についてきただけでしょ。それじゃあ、ありがとう。ありがとう。やっと静かになった。早くどこかで一人になりたい。まだ全然時間余ってるな。しばらく散歩でもするか。最近研究ばっかりで運動はさっぱりだったし、ちょうどいいでしょう。買い物って気分でもないし、駅前から離れてみようかな。ホテルにはタクシーで行けばいいし。おっと、信号変わっちゃうな。危ないよ、危ない。間に合った。また人助け。悪いけど、そういうのはまだ勉強中なんだよね。ていうか、そのおばあちゃんとは知り合い？え？違う？さっきは旅行者で、次は見ず知らずの老婆を助ける。何この子、人助けが趣味だったりするの？誰かを助けるなら一人でやったよ。それじゃ。ああ、ごめんね。大丈夫だよ、坊や。大丈夫だからね。わかった、わかったから。ちょっとどいて、私が見るよ。対抗反射は問題ないね。
次は息を吸って吐いて、呼吸も大丈夫か。脈は大きな異常はなさそう。めまいが症状として出るのってなんだっけ。良性発作性頭位めまい症でしょ。あと脳梗塞、不整脈、メニエール病、いろいろあるし。でも意識ははっきりしてるし、会話にも支障はない。至って健康って感じだ。つまりこれは貧血から来るよくあるめまいだと思う。ちゃんと食事には気をつけてる？それと適度な運動してる？運動かい？この年になるとどうもね。運動しないと食事量が落ちて貧血になりやすいから気をつけて。ただしめまいは何かしらの兆候の可能性が十分考えられるし、後で必ず病院に行ってちゃんと診察してもらうこと。わかった。はあ、お嬢ちゃんすごいね。お医者様なのかい？そんなんじゃないって、ちょっと聞きかじっただけ。いきなり道路に座り込んだらそりゃ子供は心配するよ。そうだね、気をつけるよ。まだまだ元気だと思ってたんだけど、歳には勝てないね。少し休んだらだいぶ良くなってきたよ。大丈夫そうだし、私はもう行く。少年、あとは任せた。もしもまためまいがするなら救急車を呼んであげな。ああ、お待ちなさい、お嬢ちゃん。何かお礼を。いいよ、別に。礼ならそっちの少年にしてあげて。ありがとう。いいって言ったんだけど。それじゃ。仕事にならなくてよかったね、少年。でも人間なんてみんないつかは死ぬんだからさ、いちいち助けてたらキリがないし、ほどほどにしときなよ。そんなことあるんだよ。だいたい助けたところで君にとっては何にもならないでしょ。こんなこと続けてたらいつか痛い目に遭うよ。助けた人からひどい仕打ちを受けるとか、騙されるって考えたことないの？何それ、ずるいって。その返しはもういいよ。じゃあね。なんで私こんな子供にムカついてるんだろう。これじゃまるで逃げてるみたいじゃん。あの少年、さぞかし親の教育が行き届いてる子なんだろうな。ああいう子の家に生まれたら今より平穏な人生だったのかも。私も普通の方が毎日が楽しかったのかな。天才であることが幸福とは限らないよね。人より能力を持ってしまうのは不幸だとも言える。あいつらを見てると心からそう思うよ。結局はあいつらが私の一番の理解者なんだよね。みんな元気にしてるかな。川沿いも結構整備されてるんだ。これくらい落ち着ける場所がもっとあればいいのに。のんびり釣りをするおじさん、
仲良く元気に駆け回る子供たち、平和だな。しばらくここでぼーっとしようっと。待てー、やだねー。鬼ごっこってやつか。元気だねー。どっち、おっとひひん、こっちこっち。鬼さんこちら。おー、川の中に逃げるなんてずるいぞ。石の上だからセーフだよ。悔しかったらここまでおいで。よし、行くぞ。うわ、大丈夫か。助けて、俺泳げない。どうしよう。通りかかった大人が助けてくれるでしょ。またあの少年だ。今度こそあの子たちとは友達だよ。まさかとは思うけど、少年飛び込むつもりじゃ。お前誰。おい、危ないぞ。待てって。やっぱり飛び込んだ。そして友達でも何でもなかった。やっと分かった。少年にとって人助けは趣味なんかじゃない。彼の本心からの当たり前の行動なんだ。少年一人じゃあの子は助けられない。間違いなく二人とも溺れる。何か浮くもの、トランクだ。中身を全部出せば。そこのおじさん、釣り竿借りるよ。お、ちょっと何するんだよ。あそこで川に入ってる男の子、溺れてるんだよ。助けるの手伝って。あ、何をすればいい。このトランクを浮き輪代わりにする。釣り糸にくくりつけて男の子たちのいる場所へ一緒に投げよう。わかった、任せてくれ。少年、これにその子と一緒に捕まって。行くよおじさん、せーの。それ。二人とも捕まった。こっちに引っ張るよ。無事でよかったよ。そっちの君もな。本当によかった。まさか私が自分から他人を助けるなんてね。そんなつもりこれっぽっちもなかったのに。少年に付き合わされたせいかな、つい体が動いちゃった。本当に人を助けるのにためらわないから心配になるレベルだよ。なんかこの子小学生だよな。今までに見たことのない生き方してるんですけど。ほら、二人ともこっち来て。タオルで拭いてあげるから。なんとなく持ってきてたけど、こんな使い道があるとはね。少年、これ着て。サイズは大きいけどあげるよ。それこの子を助けたご褒美だ。いや、シャツ一枚で喜ばれても。まったく。ちょっと少年、あちこちすりむいてるよ。 あそこの公園で手当てしてあげる。あの、ありがとうございました。ありがとうございました。どういたしまして。君たち、これからは気をつけて遊びなよ。しみるかもしれないけど我慢してね。動かないで。この絆創膏
今日お風呂に入るまではつけてていいから。ほい、応急手当て終わり。さっきはよく頑張ったね。不思議だ、私の中にもまだあんなことをするくらいには良心が残ってたんだ。最近はもう亡くなったと思ってたんだけどな。そっか、私まだ誰かを助けたかった。あのさ、聞いてもいいかな。少年ってさ、世界中の人を助けたいって思ってる？ああ、そこは意外と現実的なんだ。面白いな、君は。自覚はあるのに諦めたくないんだ。いいね、気に入った。そうだよね、助けたいよね、世界中の人。少年は自分にできるやり方で世界を変えようとしてる。目の前の困った人を助けることで少しずつ着実に。私はまだ世界だけじゃなくて人間とも向き合う覚悟ができてなかった。怖かったし、そんな自分が情けなくて社に構えるしかなかった。よかった、こんなに純粋な子を助けられて。助けた私まで嬉しくなってる。そうだよね、人を助けるのってこんなに嬉しくなれることなんだよね。なんで忘れてたんだろう。実は私さっきまでこの世界も人間も大嫌いだったんだ。でも少年のおかげで少し、ほんの少しだけど、人間も世界も好きになれた気がする。君が私に見せてくれた優しさのおかげだよ。そんなことない、そんなことないよ。父さん、父さんがいなくなってからずっと目を背けてたけど、これからは私ちゃんと向き合えそうだよ。少年、君みたいな存在が一人でもいるのなら、人間はまだ捨てたものじゃないのかもしれない。でも少年みたいな存在は世界中からも大切にしてもらいたい。この子の小さな善意は次の善意を生んで、やがて世界をより良くしていく。そんなつながりが生まれていくようにしてあげたい。そうすればきっと世界はいい方向に変わっていくね。少年、君にもしも何か大変なことがあったら私が助けてあげる。その代わり私が困ったら少年も助けてくれるかな。ありがとう。聞かなくても分かってたけど嬉しいよ。いや、恩人は君の方だよ、少年。君はね、私を導いてくれたんだ。進むべき道を、光を照らして教えてくれたのさ。おかげで分かったよ、私がこれから何をしたらいいのか。もうこんな時間、ホテルにチェックインしないと。じゃあね、少年、もう会うことはないかもしれないけど元気でね。
そうだといいね。まさかあんな子に会えるなんて思わなかったな。日本に帰ってきてよかった。私も少年みたいにできることからやってみようかな。何から始めればいい。そうだ、ちょうどいいや。ヘホー長老、元気にしてる？前に誘ってくれた国連の仕事やってもいいよ。驚かなくてもいいじゃん。私もさ、世界中の人を助けてみたくなったんだ。変わった？私が？そうだね、変わったよ。これからの私は一味違うから。うん、詳しくは今度ね。それじゃ、これからは私もできるだけみんなを助けていくよ。まずは助けてみてから考える。そうだよね、少年。懐かしいな。やっぱり少年はあの頃とちっとも変わってない。自分が選ばなくてもなんてさっきは言ったけど、やっぱり君を選んでよかった。私を救ってくれた君にならあの子やアストルムを託せる。そう思った。だから私は必死に世界中を逃げ回ってでももう一度君に会いたかったんだ。ちょっと待って。少年、今の夢のこと全部覚えてる？あ、そっか。記憶を失う前の君も覚えてなかっただろうけど、さっきの夢みたいに私は君に救われたんだ。若かったじゃない、今も十分若いから。そりゃあの頃はピッチピチの10代だったけどさ。よし、診察の続きちゃっちゃと終わらせて、今日こそ最高のクレープを作ってあげるからね、少年。急な話で悪いけど、君に今からアストルムを始めてほしいんだ。今だけは信じてよ。君と出会うために世界中を逃げ回ったんだからさ。どうかあの子たちをソルの頂上に導いてあげて、君に太陽と星の祝福を。あの日、君をアストルムにログインさせたことを私は絶対に後悔しない。どんなに困難な旅でも君なら必ずみんなを、世界をハッピーエンドに導いてくれるって
私は信じてるから。